今回は5分間でできる股関節痛変形性股関節症向けのエクササイズをお伝えしていきます。まずは両足を投げ出した状態でつま先を左右に振り、股関節周りをリラックスさせていきましょう。この運動の目的は股関節周りの力を抜くことなので、できるだけリラックスした状態で行いましょう。次は固まってしまった股関節と骨盤の運動です。四つ這いの状態からできる限り大きく腰を丸めたり反ったりしていきましょう。コツとしては腰を丸めるときはおへそを思いっきり天井の方に持ち上げ、反るときはしっかりとおへそを床に向かって押し付けます。次は股関節と背骨の運動になります。四つ這いの状態から頭を左右に振り、体をくの字にしていきます。この運動のコツは肩口からしっかりと顔を覗き込ませ、反対のお尻を覗き込むように動かしてみましょう。次の運動も股関節と背骨の運動になります。次は股関節をしっかり曲げ、背骨を伸ばしていきます。この運動のコツは手とお尻をなるべく遠く引き離し、股関節をお尻の方に押し込むように曲げていきましょう。次の運動は背骨をひねっていく運動です。四つ這いの状態から肘をなるべく高く上げ、胸をしっかりと開いていきます。この運動のコツとしては肩甲骨をしっかりと反対側の肩甲骨に寄せるような意識で行ってみてください。股関節が固まっている方は背骨も絶対に固まっていますので、しっかりとここでほぐしておきましょう。次は反対側の背骨ひねり運動です。先ほどと同じように行っていきましょう。次は股関節をひねっていく運動になります。足を投げ出した状態で膝を軽く曲げ、膝を左右に倒していきます。股関節が硬い方は膝を倒すと上半身がついていくと思いますが、上半身はなるべく正面を向いた状態で行いましょう。
ここから筋トレパートに入ります。まずはお尻の筋トレを行っていきます。仰向けで寝た状態で両足を少し広げた状態でお尻を持ち上げます。余裕のある方は手を上に上げたり胸の前で組んだりして腕の力を使わずにお尻を上げてみましょう。この運動の注意点としては膝が内側や外側に逃げないようにまっすぐな状態で行います。もう一点はかかとで踏ん張ることでお尻にさらに力が入りやすくなるので、ぜひ余裕がある方はかかとで踏ん張ってみましょう。と思いますが、もう少しで終わりです。次もお尻の筋トレになります。筋トレする側の足を上にした横向きになり、膝を少し曲げた状態で膝を外に開いていきます。この筋トレはお尻の横側を鍛える筋トレなので、お尻の横側に力が入っていることを感じましょう。反対側も同じように筋トレしていきます。大変ですがもう少しで終わりです。お疲れ様でした。おそらく全部通してやるとすごく大変だったと思います。しかしこういった地道な努力があなたの股関節を守ってくれますので、ぜひ毎日継続してみてください。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がためになったあなたはいいね、コメントいただけると非常に嬉しいです。このチャンネルでは病院やテレビでは絶対に教えてくれない生の現場の情報をどんどん更新していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。またこれまで何をやっても治らなかった痛みでお悩みのあなたは、概要欄にある LINE の方からぜひご連絡ください。今だけ特別なプレゼントをご用意してお待ちしておりますので、ぜひ私に会いに来てください。